平野翔さんの新しい髪型が SNS で話題沸騰中。平野翔のパーマヘアがかっこよすぎる件について。ナンバーアンダーラインアイライブ・インツマラさん徹底解説。平野翔が登場するたびにファンの目を釘付けけにするのは、そのカリスマ性だけでなく、彼のスタイルや髪型の変化も大きな要因となっています。特に最近のナンバーアンダーラインアイライブ・インツマラさん稲妻までのパフォーマンス中。 彼の新しい髪型が SNS 上で熱い話題となり、さまざまな意見が飛び交いました。この髪型は、多くのファンにとっては驚きのものであり、時には戸惑いさえ引き起こしましたが、その一方で新鮮で個性的だという声も少なくありません。平野翔の変化を受け入れつつ、彼の魅力を再評価する機会にもなっています。まず、平野翔の髪型の変遷は、彼のキャリアにおいて象徴的な意味を持っています。 彼がデビューした当初は、ストレートでサラサラとしたヘアスタイルが彼のトレードマークでした。多くのファンがそのナチュラルな美しさに魅了され、彼の純粋で無垢なイメージを強く支持しました。しかし、年月が経つにつれて、彼は自らのキャラクターやパフォーマンスに合わせて髪型を変え続け、時には大胆なスタイルにも挑戦してきました。それは彼の成長を象徴するものでもあり、 ファンとの関係性を深める一環としても機能しています。今回のパーマスタイルも、その一例と言えるでしょう。SNS 上では、昔のサラサラストレートが懐かしい、パーマはちょっと微妙かも、という声が多く見受けられました。特に長年のファンにとって、平野翔の初期の印象が強く、変化に対して不安を抱く気持ちがあるのは理解できることです。しかし、同時に、 見るほどにパーマスタイルが良くなってくる彼の新しいビジュアルはどんどん好きになるといった肯定的な意見も増えつつあります。このように、彼の髪型の変化はファンに新たな感情や思考を呼び起こし、彼のアーティストとしての成長を実感させるきっかけともなっています。一方で、髪型だけでなく、彼が見せるパフォーマンスの精度や情熱も見逃せない要素です。No.1 ア,アイのライブで披露された INZM は、 力強いビートと洗練されたダンスが特徴の楽曲であり、平野翔をはじめとするメンバーたちが全力でその魅力を引き出しました。しかし、平野翔の髪型が注目されすぎたせいか、一部のファンは、髪型が気になって曲に集中できなかったとの声も上がっています。これは面白い現象であり、彼がどれだけ視覚的にも強い影響を与えているかの証拠でもあります。 視覚的なインパクトがパフォーマンス全体に影響を及ぼすことは、アーティストにとっても一つの大きな挑戦と言えるでしょう。この点について深く考えると、視覚的なスタイルと音楽そのものの関係性は、アーティストにとって非常にデリケートな問題です。視覚的な要素がパフォーマンスの一部であることは間違いありませんが、時にはそれが逆効果となり、肝心の音楽やダンスが二の次になってしまう可能性もあります。 特に平野翔のようにビジュアルの変化が大きく注目されるアーティストにとっては、髪型やファッションが与える影響をどうコントロールするかが課題となるでしょう。それでも彼は、常に新しい挑戦を恐れず、自らのスタイルを変化させ続けることで、自分のアーティストとしての幅を広げています。さらに、今回のライブではメンバー間の親密なやり取りも SNS で話題になりました。ファンからは、 最後に岸くんに息を吹きかけるなんて、なんで、というコメントが飛び交い、二人の仲の良さが強調されました。これもまた、平野翔の魅力の一部です。彼のステージ上でのプロフェッショナリズムと、舞台裏やインタラクションで見せる素朴でフレンドリーな一面が、ファンを魅了し続けています。平野翔は、アーティストとしての真剣さと、人間としての温かさを合わせ持つけような存在であり、 そのバランスが彼を特別な存在にしているのです。そして、彼の髪型の変化を通じて、アーティストがどのようにして自身のイメージを進化させ続けるかというテーマにも触れることができます。多くのアーティストは、時代やトレンドに応じて外見を変えることで、ファンとのコミュニケーションを図りますが、時にはその変化が賛否両論を巻き起こすこともあります。平野翔の場合、彼はあえてそのリスクを冒し、 自分の個性をを際立たせる選択をしていますこの姿勢は単なる見た目の変化にとどまらず彼自身の内面の成長やアーティスティックな視点の拡大を示しているのかもしれません。またファンの反応を見てみると髪型に対する意見の違いは個々のファンがどのように平野翔を見ているかに深く関わっています。一部のファンは彼の外見や髪型に対して非常に感情的で、 彼の変化を受け入れるのに時間がかかることがあります。しかし、他のファンはその変化を歓迎し、彼の進化を楽しんでいます。このようなファンの反応の違いは、アーティストとファンとの間に存在する複雑な関係を象徴しています。アーティストがどれだけ自由に自分を表現できるかは、ファンの指示に大きく依存しており、時にはその期待を裏切ることも必要です。それでも平野翔は、 自分の信じる道を進み続けており、その姿勢が彼をより一層魅力的なアーティストにしています。平野翔の髪型に対する議論は、単なる外見の問題にとどまらず、彼がどのようにして自分自身を表現し続けるかという深いテーマにつながっています。彼の変化を通じて、私たちはアーティストがどのようにして自己のアイデンティティを模索し、進化させていくのかを垣間見ることができます。そして、彼の挑戦は、 ファンにとっても新たな気づきを与え、彼との絆をさらに深めるものとなっています。皆さん、こんにちは。ナンバーアンダーラインアイライブインツマラさんイナズマ、ご覧になりましたか。平野翔さんの新しいヘアスタイルが、SNS で早くも話題を呼んでいますね。画面に釘付けけになった方も多いのではないでしょうか。顔ばっかり見ちゃって内容が入ってこないの読みざる、なんていう声も聞こえてくるほど、 皆さんの心を引きつけるさん今回、一体どんなヘアスタイルで登場したのか、気になりますよね。SNS では早くもさまざまな声が飛び交っています。前髪短いし、パーマかけてる。昔のサラサラストレートの方が良かったな、という声もあれば、今回のパーマ、すごく似合ってる。大人っぽくなった感じワンちゃんみたいで可愛いと、新しいヘアスタイルを絶賛する声も。 中には、プードルじゃなくって人間でパーマかけたそうだよショーなんていうユニークな感想も。そうなんです。今回の翔さんのヘアスタイルは、以前のサラサラヘアとは一味違う、パーマヘアなんです。前髪も少し短くなって、より一層大人っぽい雰囲気を醸し出していますよね。このイメチェンに、ファンからは、ますます目が離せない、という声が上がっています。今回のインツマラさん稲妻は、 ナンバーアンダーラインイのフルアルバム発売を記念した特別なイベント。メンバーにとっても、ファンにとっても、待ちに待った日だったのではないでしょうか。ぶちかまし。最高だったよ。稲妻稲妻稲妻お疲れさまでした。幸せな時間ってほんとあっという間いつもありがとうハート紫ハートなど、イベントの興奮と感動を伝えるコメントであふれていました。そんな特別な日に、 新ししいヘアスタイルで登場したショさんきっと、今回のアルバムにかける熱い思いを表現したかったのではないでしょうか。フルアルバムおめでとう、ILY がとっても愛を感じて感動して泣けちゃうぐらいです素敵な曲をたくさんありがとうなど、アルバムに対する熱い思いが伝わってきます。新しいヘアスタイルだけでなく、インツマラさんいなまで披露されたパフォーマンスや曲も、ファンの心をつかんで話しません。 仕事で見れなかったよなきっつら休憩の時に生声聞けるなら生き返る肉まんのキーホルダーかステッカー欲しいですみんなイケメンすぎる。かっこいい最高。髪型かっこいい最高。仲良しだね。最高。楽しそう笑顔可愛いすぎる。最高。良い曲、など、イベントの様子を少しでも多くの人に伝えたいという気持ちが伝わってきます。翔さんのヘアスタイルの変化は、 ファンにとって、彼の成長や変化を改めて感じさせてくれる嬉しいサプライズだったのではないでしょうか。これからも、さまざまな姿で私たちを魅了してくれるに違いありません。ナンバーアンダーライン愛の今後の活躍にも、ますます期待が高まりますね。最後に、ナンバーアンダーライン I ライブ・インツマラサン・稲妻は、平野翔だけでなく、グループ全体としての成長や進化を象徴するイベントでもありました。 彼らの音楽はますます洗練され、パフォーマンスの質も向上しています。ファンにとっては、これからも平野翔の変化を見守り、彼の新たな挑戦を楽しむことができるでしょう。彼の髪型が何であれ、その本質的な魅力は変わらず、多くの人々に感動を与え続けることは間違いありません。